ま、ご覧の通り雨の中を走っております。まあね、あの台風以外はバイク日和です。ものすごい大雨っていうわけじゃなくて、小雨がパラつく程度なんですけども、今日の、夕方から、夜にかけて、そして明日の午前中いっぱいぐらいまでどうやら大雨になるらしいんですけどもね、井上ボーリングさんから連絡がありまして、シリンダーとあとピストン周りの加工が終わりましたよと。いても立ってもいられずこのお天気の中ね、こうして埼玉県まで走っているわけです。だいたい1月の19日ぐらいだったかな、お願いして、で今3月入ったところなんですよね。なのでだいたい1ヶ月から1ヶ月半かかりますっていうことだったんで、その通りぐらいの期間で施工が終わったと。あー待ち遠しかったなで、その井上ボーリングさんに向かう道すがらで、今 SR 君どんな調子かっていうのをねお話ししようかなと思っております。エンジンがリフレッシュした時にそれを受け止める車体周りをしっかりとリフレッシュしてあげようっていう考えで、各部ベアリングやら何やら、交換して、で油で満たしてあげてきたんですけども、前後ホイールベアリングの打ち替え、ベルハンマー投入、そして、スイングアームのベアリング打ち替え、そしてベルハンマー投入、そしてステムのベアリング、ベアリングレース交換、そしてベルハンマー投入、泣きどころって言われてる部分は全てリフレッシュできたんじゃないかなと。作業自体は前後したんですけども、そして、リアサスペンションのスプリングの上にねオイルレスベアリング、樹脂製のベアリングを、服部イズム炸裂でぶち込んで、その結果恐ろしいぐらいねサスペンションがよく動くようになりましてね、リアがねフロントフォークに仕込んだベアリングと合わせて同じ仕組みが前後サスペンションにね施されたことでね、足回りものすごくよく動くしっとりしたものになってね、リアサスペンションだけとかフロントフォークだけとかそういう何か一つ変わったことによってっていうよりかは、多分その各部ねリフレッシュしたこととサスペンションの性能って言っていいんだろうな、それがちょっとずつ前後良くなったっていうことで、トータルで本当にしっとりとした乗り心地になってるんですよね。トータルバランスっていうのがどれだけ大事かっていう、
それを改めて、うん、思い知ったというかね、ステムもね、開けてみたら5年前にぶっ込んだグリスがそのまんま残ってるぐらい、まあ状態は悪くなかったんですよね。レースにちょっと筋がついてるかなぐらいの、ただ触ってもそれ段が感じられるとかね、波打ってるとか錆びてるとかそういう状態でもなかったんですけどね。まあそれでも首だけにしてちょっと振ってみると、なんとなく、あー、ここレースに線が入ってるのかなっていうような手応えはわずかに感じられるかなと、それぐらいの、まあ、悪くはない状態ではあったんですけど、それでもねベアリングレースを打ち替えてベアリング交換すると、まあ首が滑らかに動くこと動くこと、まあ、全体がそういう感じだったんですよね。まだ交換しなくても走行に何ら問題はないけども、それなりにやれているっていうようなね、そんな状態の各パーツを交換したことでね、本当に車体全体シャキッとしましたね。これは服部先生がよく言う、あの数値に出ないフィーリングっていうやつなのかもしれないんですけども、アクセルを開けた時の SR が前に行こうってする感覚はね、軽いんですよね。そして道を走ってる時のね、この路面から伝わってくるインフォメーション、これがしっとりしてるんですよ。このぐらいのこう低速で走っていてもそれははっきりと感じるんですよね。まあかっこよくいかにもな言い方をすれば、路面追従性が良くなった霧みたいなね、そういうことなんでしょうね。だからすごくトラクションがしっかりとかかってる、蹴り出してる感じがわかるんですよね。さあここら辺、実はオガトファクトリーで長ちゃんと一緒に借りた倉庫の近くなんですよ。上北台、ね、そう、東大和市なんですね。ここら辺はね、今まで全然ご縁のないエリアだったんですけど、だいぶ倉庫も広いのでね、SR ゆったりとメンテすることもできるようになっちゃいましたね。コンプレッサーもあるからね、エアーツール使えるんですよね。さあこの上北台を抜けると狭山湖、多摩湖、いわゆる西部王国エリアですね。いや、ようやくちょっと郊外の車の流れになってきてねえ、立川の周辺抜けるの大変ですよね。いい道ないかな。この倉庫の方まで来るのもね大変なんですよね。距離は大したことないんですけど、この辺りは山の方向かうにもあまり通らないエリアなので、どっちかというかあんまり道を知らないんですよね。いやー、ほんと滑らかなんですよあの普通の道を普通に走ってて楽しいんですよね。この SR の
まろやかなエンジンのね振動がものすごく心地よく全身に伝わってくるというかね、その振動すら滑らかになっているような、これ本当ね、長年乗り続けてきてて、少しずつ少しずつまあくたびれてきてたんでしょうけどもね、これでエンジンリフレッシュして、まあ多少なりともね圧縮落ちてるだろうから、ちょっと元気よくなって、どうなっちゃうのか本当楽しみですね。車体がこうなってしっかりと走る、曲がる、止まる、基本的な動きがねこれだけ気持ちよくなっちゃうとね、気になるのはね、ド新車のノーマル SR との乗ったフィーリングの違いですね。ね、比べて良くなってるのか、あるいは新車の時はね、もうもともとこういう素敵なフィーリングだったんだよっていうことをね確認できるのか、それは分からないですけども、構成してるパーツはまあヤマハ SR の純正のパーツなわけでね、それをまあ服部先生の監修で各部の取り付ける位置とかね、その辺気をつけてしっかり組み直して、まあちょっと過剰なぐらいいいグリスを入れてっていう状態ね。ああ線路沿いのこの菜の花ってなんかいいですね。ちょっとね、そうそう、料金ですね、僕イメージ的にまあ20万ぐらいいくかなと思ったんですよ、ところがね、そのアルミメッキシリンダースリーブ入れ替え打ち替えと、あとピストン、ピストンリング、ピストンピン、これに、モリショットっていう、まあ、コーティングですね、それ全部合わせて9万円台でしたね。10万円かからなかったですね、思ったより安かった。まあ、安かったって言っても普通に考えて SR のシリンダーにかけるお金じゃないことはまあ自分でも分かってるんですけど、ただね、そのお金で買えるものじゃないですからね、僕が欲しいものってね、それぐらいの金額で今回シリンダー周り、ピストン周りを加工してもらいましたと。どうですか、僕が思っている内燃機屋さんでこういう処理をしてもらうっていうね、しかも本当に国内トップの内燃機屋さんである井上ボーリングさんでやってもらって、この値段ってのは安くないですかね。どうなんだろうなんかもう SR に関して言っちゃうとね、僕の感覚ってあんまりまともじゃないかもしれないんでね。あ、ファミマがありますね。ここでお金下ろしましょうかね。そうそう、ちなみになんですけどね、ちょっと前の動画でトピックにしたバックステップなんですけど、山道走ってる時はいいんですけど、普段乗るのにやっぱりね姿勢がちょっと辛いので、フォワードステップに戻しておりますただあれはあれでね、とても
いいものなので手放す気はないんですよね。その時によってまあ簡単に付け替えられるので、バックステップはバックステップで持っておこうかなと。よいしょ。しかしこのベアリング本当効きますね。いいものですこれは。さて行きましょうか。お、井上ボーリング看板出てますね。はい、あー、ここです、ここです。よいしょ。あ、どうもこんにちは。あ、小田様です。ピストンに関しては、はい、WP出した後に少しあの使ってください。あのまだあの WPC のメディアが若干残っている場合があるの ですけど、そこにクランクの回転が毎回こう上に当たるとやっぱり抵抗になっちゃうんですよ。それが当たる時に抵抗を極力避けるようにこうナイフエッジにして、そこまでフリクション取っちゃうんですね。そうですね、よく見慣れた慣れたものですね。全然違いが、ねごめんなさい、これはちょっと、ね、はい、錆びないようにグリスをもう塗りたくっちゃってるんで、はい、ちょっと触るんだったらいいですか、触っても大丈夫です。中古車の、そうですよね、まあまあまあ、これですね。、はい、ちょっとこの辺調べたらやっぱりそれもね、バイクがちょっとデータですから、大丈夫か、大丈夫です。はい、これ触っちゃって大丈夫ですか。でもその後怒ったんだけど、怒った位置が、ああもう全然違う、全然違いますね。それは当然、そりゃ変わるよな。よし、どうもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。いや、失礼します。少し雨ね、強くなってきましたけど、いや気持ちは非常に軽やかですね。うわ楽しみだな。最高のシリンダー上がってきちゃいましたね。ね、本当に一生もののシリンダーですよね。いよいよエンジンリフレッシュ計画、役者が揃いましたね。さあ本当にあのこれからどうなることやら。はい、まあ、雨のぱらつく市街地の走行中ではありますが、今回ここら辺で締めさせていただこうと思います。いつもグッドボタン、コメントありがとうございます。とても励みになります。で、よかったらチャンネル登録などもしていただけると嬉しいですね。あ、でもちょっと雨雲は薄くなってきたかな。うん、向こうの方は明るいですね。はい、それではそれではまたまたです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。